静岡市の中心街の一部エリアでは今日から平日も歩行者天国になりました。開放されたエリアは早速買い物客などの憩いの場となっていました。こちらのエリアが今日から毎日歩行者天国として開放され、早速休憩スペースが設置されています。 JR 静岡駅の北口近くに広がり、多くの人でにぎわう高野町、今日からその一部区間が毎日歩行者天国として開放されます。区間は葵タワーの前から静岡パルコまでのおよそ170メートルで、午前11時から午後6時まで実施されます。街行く人たちからは早速喜びの声が。結構便利ですね、はい、ちょうどここはよく暑いとこっちで人行ったり来たりするんで、歩行者天国になってよかったんじゃないですか。そうですね、通らない方が歩きやすいしいいかなと思います。また市の担当者もこの試みに大きな期待を寄せています。中心地下市へ向かう、動線の一部であるかなと思っています。例えばベンチだったり、そういったものに座っていただいたりとか、今後展開していくイベントをですねに足を止めてですね、楽しんでいっていただければなというふうに思っています。今後静岡市は商店街と連携し、歩行者天国の実施時間の延長やイベントの開催などを検討していくということです。